コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、またガチャガチャやってきました。はい。まあね、サムネとかタイトルにもある通り、ついに HG の、ドラゴンボールスーパー01、あちらをね、発見できました。はい。いやー、結構ね、どこにも置いてないね、やっぱね。うん、で、今日はね、まあ、いろいろちょっとまあ、回ったんですけど、まあ、最終的にあったのが、丸橋カメラっていうところなんですけれども、ですね、そちらの方でね、あったんで、やってきました。なんとね、筐体がね、3台ぐらいあって、あ、4台ぐらい、3台か、3台ぐらいあって、1台はもう空っぽでしたね。で、まあ、もう1台がもうね、赤2つに、黄色2つっていう状況でしたね。4つしか入ってなかったです。ブロリーの色はね、緑っていうことでね、ちょっと自分の欲しいブロリーが入ってないっていうことでね、残りの1つがね、ちょっとね、まだあったんでね、やってきました。まあ、その結果をね、出た順にご紹介していきたいと思います。まずね、1回目、ガチャガチャっと回しましたらですね、この色が出ました。紫色。はい、紫色は何でしょうかっていう話なんですけど、まあ、分かる人はもうね、知ってると思いますが、ゴールデンフリーザ、ゴールフリーです。ゴールフリー、いや、ちょっとこれ思ったよりちっちゃいね。思ったな、ちょっと自分が想像してたよりちょっとサイズが小さいかなっていう感じを受けますかね。あれ、今度からなんかラインナップのあれ紙ってあれないんだね。経費削減だなこれな。ということでね、1回目は、ゴールデンフリーザ。はい。で、ね、2回目。2回目、ガチャガチャと回しましたら、この色が出ました。ポン。はい。青。まあ、青はね、まあ、大体察しはつくかな。ジャカちゃんとね。はい。はい。見づらいけど後で見せますんでね、ゴジータです。はい、ゴジータのスーパーサイジンブルー。はい、こちらが出ましたね。はい、こちらが、2回目で出ました。はい、こっちにラインナップあれか、あ、これプレミアムバンダイで出るやつですね。もうこれは予約してあります。はい、スーパーサイヤ人ブロリーフルパワーエクストラフィニッシュバージョン。エネミーセットね。これはもう予約してありますね、私はね。はい。完全受注生産なんでね。まだの方はね、ぜひ、早めに予約をした方がいいと思います。はい。これなんだ。シリアルコード。あ、ぶっちぎりマッチやってないから、いや、別に。ということで、二つ目ですよね。で、ね、三回目をね、回したらですね、なんと、カプセルが出てこないんですよ。あれ?と思ってね、ちょっと、店員さんを呼びに行きました。はい。300円間違いなく入れてね、回したんですけど、出ないっていうことでね、店員さん呼びに行って、来て、とりあえず中に入ってるね、次に出るカプセルっていうのを、渡してくれました。それがですね、こちらになります。緑。なんと、3回目で出ました。
いや、これすごくないですか。はい、ブロリー出ました。3回目で超嬉しい。これは本当嬉しかったね。いや、なんで実はね、自分分かってたんですよ。まあ最後の3代目がね、残り4つしかなかったんですよ。4つで見えたのが、ここカプセルがね、こう4つのうちの緑がねあったんですよ。1つ、え、緑あんじゃんっつって、え、4回で緑出たら最高じゃんと思って、これ絶対やるしかないと思ってやったんです。はい、で出なかったのはね、ちょうど回転した時に、カプセルが出ない位置のやつが、来ちゃったんで出なかったんですね。で、一応その次に出るカプセルが緑っていうことだったんで、店員さんがこれを緑を渡してくれたっていうことですね。いや、これマジ嬉しい。ほんとこれはね、まさか3回で手に入ると思わなかった。しかもダブってないしね、ここ。いやー、よくこんな状況で残ってたなって。出ました、ここでも俺の残飯、一番くじでいう俺の残飯、怒り者には服があるっていうね。はい、ということで、いや、これは嬉しく、もうでね、次の色がね、青色だったんですよ。言うて残り4つで、で最後の1個が青ってことはもうこれじゃないですか、ゴジータだから、もうダブルからっていうんでやめました。はい、っていうことは、まあ、皆さんお気づきの方いるかと思いますけど、3つあったうちの1つはまだ4つあるんですね、カプセルが。で色が赤と黄色なんですよ。まだ持ってないんです。いや、これコンプ来たと思って、またそこのガチャ行ったんです。そしてまだ1回もやられてなくてね、まあブロリーないから誰もやらないかもしれないけど、自分的にはコンプ狙える位置だったんでね、まあもちろんやりましたよ。とりあえずどっちの色も持ってないんでね、1回やってダブることはないんで、やりました。その結果がですね、ガチャンとね、赤、はい、まあ赤と黄色しか残ってなかったんでね、はい、赤は、ベジータゴッドですね、スーパーサイジンゴッドのベジータ、はい、これが4つ目、はい、で残りは黄色なんですけど、まだ赤が1個残ってるんですよ。赤がダブル可能性だったんですけど、もうね、まあ分かると思いますけど、もう中身がもう見えてるんですよね。で次何色が出るかっていうのも分かってたんで、まあ普通にやったら、はい、ちゃんとねストレートで、コンプできました。これすっげーもう神がかりなんだよね。いや、まさかストレートでこのシリーズ探し回ってなくてね、もうメルカリとかで買おうと思ってたのが、なんと普通にストレートでガチャガチャで揃ったっていうね、奇跡。これが俺の残飯。いや、すごいな。一番くじでも引きは悪いけど残飯がいいからね、残り物がすごい運があるっていう。いや、これストレートでコンプってそうそうないですよ。ブロリーが入ってるなんて、10回に1個の割合だからね。つうか残ってて誰も手つけなかったっつうのはすごい状況だけどね。結構午後の3時ぐらいかな、行ったの。まさかですよね。だからもうあと3台あって、もうあと残りが青2個、赤1個の状況ですね。 3台あって筐体がね、いやー、これは本当嬉しかったな。叫びそうになりましたね。わということでね、じゃあね、早速、組み立ててね、一個一個、見ていきたいと思います。
はい、ではね、早速組み立て終わりました。ではね、見ていきましょう。まず最初はゴールデンフリーザからちゃんと、いや、ゴールデンフリーザ、いや、これできいいね、ゴールデンフリーザ。いや、これね、ちっちゃいけどよくできてる、これ。うん、いいね、これ。いや、これはゴールデンフリーザ結構いいです、出来は。300円の HG だしね、そう考えたらよくできてるわ、これ、かっこいい。はい、じゃあね、次いきましょう。まあ出た順じゃなくてね、ちょっと順番を変えて紹介しますが、次はね、ベジータの赤髪のスーパーサイジンゴッドのベジータ。はい、まあどうですかね、まあ HG って言えば HG クオリティっていう感じは受けますけどね。まあ、似てる似てない、まあ以前にね、300円のガチャガチャと思えばね、いいと思いますよ。髪の毛はクリアですしね、はい。で、ベジータちょっとあんま立たない。続いてがですね、悟空ブルーですね。いや、悟空ブルーもね、なかなかいいですよ。造形は結構よくできてます。顔とはって言ったら、まあどうなんだろうねっていうね。まあもうちょっとね、で、寄せることができたかなとは思うけど、こういう道着とかはね、すごいよくできてますね。で、髪の毛もクリアですかね。クリア、はい、いや、いい。で、続いてが、ゴジータですね。はい、ゴジータブルー。いや、これもね、造形とかそういうの点においてはね、300円のガチャガチャにしてはね、よくできてるレベルだと思います。はい、まあ、顔はどうですかね。ゴジータって赤い縁取りありましたっけね、目にね。そこら辺ちょっとよく記憶にないんだけど、はい、まあでもかっこいいね。やっぱゴジータはかっこいい。で、ここで気づいたんだけど、ベジータとゴジータで、並べるとゴジータの方がちょっと、まあ、背高いんですよね。で、ベジータと悟空並べるとこんなに背が違うんですよ。で、そのね、フュージョンしたゴジータを比べると悟空の方が全然でかいんだよね。これスケール合ってんのかな。あれ、ゴジータって背低いの。悟空とベジータ合体すると、まあ中間っちゃ中間なのかな。っていうことはちゃんと再現されてる背ってこと。まあ身長ね、調べたことないからわかんないけど、ちっちゃくなんのかな、悟空からしてみたら。そこはね、ちょっとどうなんだろうと思ったんだけど、もしですね、正解だったら、まあ、忠実に再現されてるってことだよね、ゴジータは。はい、ということでね、いよいよ来ました、期待のブロリー、こちら見ていきましょう。じゃじゃんとね、
や、葉っぱでけえな、うん、なんかねボリュームが一回り違うね、もうね、まあ、台座が2つついちゃってるしね、まあ、造形はもう300円クオリティにしてはもう十分すぎる造形ですね。これは結構頑張ったんではないでしょうかね、うん、300円クオリティと考えたらもう十分ですね。いやーこれはすごいな、ボリューム感が全然違うもんな。で画像だと分かりづらいけど黄色に見えるけどこれ緑ですからね、うん、クリアの緑、フルパワーのブロリーですからね、筋肉とかがすごいね、やっぱね、いやこれはすげえ、やっぱね、こう他のと比べて全然一回り大きいしボリューム感が全然違うんで、まあ多分そこら辺でね、まあちょっと費用がねかかっちゃうのかな、ブロリーって製造するにあたってね、だからあんま作れてないのかな、だからレアアソートなのかな、うん、そこら辺よくわかりませんが、とにかくね、いやいいです、うん、はい、ということでね、なんとストレートでコンプできたっていうね、めちゃくちゃ運がいい、まあ必ず低評価がついてしまうっていうね結果になりましたけれど、私は、ね十分に満足なんでね、うん、まあね、心の広い方は、いい評価つけてくださると思いますけれども、はい、まあこんな感じでね、自分はコンプリート、することができました。はい、こういう感じでね、うん、いやー壮観だね、かっこいいな、こう並べるとめっちゃいい。はい、ということでね、やっと回せた、HG ドラゴンボールスーパー01、いやーこれはねよかった、本当によかった、結果オーライですね。もうやれねえんじゃねえかと思ってたけど、まさかストレートでコンプできたって。はい。ということでね、以上で、今回の動画は終わりたいと思います。ぜひね、チャンネル登録、あとね、心の広い方は、いいねボタンを押してください。では、今日はこの辺でご視聴ありがとうございました。